ジュリアス・ベネディクトは、ドイツ出身のイギリスの作曲家、指揮者。ビュルテンベルク公国、シュトゥットガルトのユダヤ人の銀行家の息子に生まれ、バイマルで、フンメルに、ドレスデンで、ウェーバーに作曲を学ぶ。ウェーバーの紹介で1823年10月5日に、ベートーベンと会っている。彼はこの年に、ウィーンのケルントナートア劇場のカッペルマイスターに、任用されており、 その2年後の1825年に、イタリア、ナポリにあるサンカルロ劇場のカペルマイスターを務める。ナポリでは、若き天才テオドールデーラーにピアノを教えた。ナポリでは、初めてのオペラ作品、ジャチーネタ・エド・エルネストを1827年に、初演し、他にも1830年には、故郷のために作曲した、アイ・ポルトゲシー・インゴアを上演したが、 どちらも評判はかんばしくなかった。彼は1834年にパリに移ったが、マリア・マリブランの勧めに従い1835年にパリを後にして、ロンドンへと向かう。そして、ベネディクトは、ロンドンで生涯を終えることになる。彼は1836年、ライシーアム劇場のオペラ事業の監督に就任し、以前にナポリでも上演していた短いオペラ。 ウンアンのエドウン・ジョルノを再演した。1838年、マイケル・ウィリアム・バルフが非常に人気であった頃、ベネディクトは、シアターロ・ロワイヤルの指揮者となった。そこでは自作のオペラ、ザ・ジプシー、エス・ウォーニング、ベニスの花嫁・ザ・ブライド・オブ・ベニス、十字軍座、クルセイダーズを初演している。1848年に、メンデルス・ゾーンのオラトリオ、エリアをエグゼター・ホールで上演した。 これは、ジェニー・リンドが初めてオラトリオを歌った公演であった。また彼は1850年には、リンドのアメリカツアーの補佐として、共に渡米している。1852年に帰国するとすぐ、ベネディクトは、ヘンリー・ジェームズ・メイプルソンの運営のもと、ハー・マジェスティーズ・シアターと後にシアターロ・ロワイアルで、音楽監督となった。また、同年には、 ハーモニックユニオンの指揮者にもついている。この頃の彼の知られていない作品には、1858年作曲の、コンサーティーナとフォルテピアノのためのアンダンティーノがある。1860年には、ウェーバーの、オベロンのイタリア語公演用のレチタティーボを作っている。同年のノリッジ音楽祭では自作のカンタータ、水の聖、ウンディーネを上演しているが、 この公演は、クララ・ノベロの最後の公での舞台となった。推奨宮ベネディクトのオペラの中で最も知られているものは、ディオン・ボシコールトの演劇、少女のサクザ・コリーン・ボンに題材を取った、キラーニーのユリであり、台本を、ジョン・オグゼン・フォードが書いて1862年に、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスで初演された。同劇場では、1864年に、彼のオペレッタ、 歌の花嫁ザブライド・オブ・ソングも上演されている。ベネディクトは1863年、ウェールズ校だった、エドワード・7世とアレクサンドラの婚礼の行進曲を、作曲した。オラトリオ、聖セ,セシリア・ストリート・チェチーリアが1868年にの、リッジ音楽祭で、オラトリオ、聖ペテロ・ストリート・ピーターが1870年に、バーミンガム音楽祭で上演されており、カンタータ グラッチエーラが1882年にバーミンダム音楽祭で、また、オペラ形式では1883年8月に水晶宮で上演されている。水晶宮で1873年に彼の公共曲も演奏されている。1875年秋、ベネディクトはウィリアム・エス・ギルバートと書簡を交わし、喜劇を共同制作する提案を持ちかけたが、 ギルバートはあまりに多くの仕事を抱えており、構想は頓挫してしまった。ベネディクトは1845年から1878年にかけて、毎年のリッジ音楽祭で指揮をしており、1875年から1880年には、ロイヤルリバプールフィルハーモニー管弦楽団でも卓頭を握っていた。ロンドンの月曜ポピュラーコンサートでは開始当初からの、 常連であり、わずかな例外を除いて、演奏会では指揮者を務めた。ベネディクトは一連の伝記、偉大な音楽家たちグレートミュージシャンズで、ウェーバーの興味深い生涯について寄稿している。彼は1871年にナイトに除されており、1874年にフランツ・ヨーゼフ一世とフリードリヒ一世の勲章に預かっている。 彼は1885年6月5日にロンドンでこの世を去った。彼が住み、また最後を過ごした、マーリバン、マンチェスタースクエアの人には、彼を記念する、ブループラークが掲げられている。注釈役中、現在の劇場は1834年会場、シティオブウェストミンスターのウェストエンドの劇場。役中、1808年生まれ、アイルランドの作曲家。 オペラ、ボヘミアの少女によって知られる。役中、1663年まで歴史を遡ることのできる、ロンドン、コベントガーデンの劇場。3度再建されている。ドゥルーニ・レーンとして知られる。役中、1831年会場、ロンドンのコンサートホール。1907年に取り壊され現在は、ホテルとなっている。約中、 1830年生まれ、イギリスのオペラ工業主。ロンドンやニューヨークで活動した。役中、1705年会場、ロンドン、シティオブウェストミンスターのウェストエンドの劇場。現在の建物は1897年の建設。役中、1820年頃生まれ、アイルランドの俳優、劇作家。メロドラマで名声を得た。役中、 1812年生まれ、イギリスの劇作家。役中、1836年生まれ、イギリスの劇作家、台本作家。アーサー・サリバンとタッグを組み、喜劇で一時代を築いた。役中、ロンドン中心部、シティ・オブ・ウェストミンスター内の外区。役中、18世紀のガーデン・スクエア。オックスフォード・ストリートのすぐ北に位置する。出店。 ダンカン・デビソン &CEO ロンドン1894アンジャーマイケルギルバートサリバンエイデュアル・バイオグラフィーオックスフォードオックスフォード・オックスフォードユニバーシティ・プレス P113 ISBN 0から19から514769から三ベネディクトサージュリアスイングリッシュ・ヘリテッジ2012年10月20日閲覧ありがとうございます